目やにがまだ出てるね。まあ、先生に見てもらおうね。さあ、気を。聞けてないよ、聞けてないよ。はいはい、あれ来ないな、聞けてないよ。はい、おいでよ。ピコ来た、チロルー。まだ早いんで、今日ちょっと早いんですよね。はいはい、両平ボーン。はい、おはようございます。4月10日今日は月曜日ですね。ちょっと時間が早い、5時20分ぐらいなので、まだ集まりがちょっと悪いですけど、まあまあちょっと行っちゃいます。舞ちゃんはちょっと待って、目やには出て腫れてはいないですね。腫れてはいない、目やには出てるとか、はい、どうしよう、こっちの国を食べるかな。ここにちょっと挟んじゃった方がなんか邪魔が入らないような感じなので、もうこっちに挟んじゃうようにします。こっちよいしょ、これを引き当てるクリアでした。
よいしょ、腰のところにサッちゃんが後ろにいてですね、ちょっと動き取れないんですけど、それ落とさないよ。はい、これでもちろんいけるね、今日は。はい、1、3、はい、翔くん、こっちゃん、こじろくん、さすが大きいこと食べられないね、その中で。もう血肉だけ良くなって次を止めてもいいかなっていうギリギリのタイミングですね。はいはい、よし、こっちもあろう、さっさと行きましょう。食べてる子は問題ないんですよ、食べてる子、食べない子は。はい、のらみちゃん、お口が赤くないので食べるのが遅いんですよね。はい、これ誰、何をしてるのかね。よし、近くへはクマちゃんですね、今日。いや、もう先が4匹いるとなんかなっちゃうわな。ポテコさん、はい、どうしよう、まさにそっちゃんまで上がっちゃった。はい、はい、じゃあめっちゃ上がっちゃった、上がっちゃった。よいしょ、ボンちゃんの朝ごはんです。違うだろう、これはね、モコちゃんの朝ごはんだからね。モコちゃん、おいで、おいで、うんげ、おいで、うんげ、よいしょ、はい、お食べ。モコちゃんも好きなんだね、これね。ついたね、早く行かないと朝日が取れない。結構マジです。あら、どうしたの？よいしょ、よいしょ。今日はまいちゃんの病院だけですね。8時なのでまだ余裕があります。はい、ご自宅も朝のお散歩行っといて。あっちも出していいよ、あっちも連れてきて、出さないと。いやいや、待ってる間にこうなるから、もう連れてこないと。どうすんの、トラちゃん、ほんとトラちゃん、え、ほんと誰、トラちゃん、トラちゃん、これ小次郎じゃないの、小次郎出たじゃん、トラちゃん、トラちゃん、食べるの、食べるかね。コジおいで、コジは外に出てるんですよね。はい、いや、そうか、まだビビッと腰抜けですね。ちょっと先に、こちらさん行く前に先にですね、ヤギさんあげていきます。ちょっ
と早めに出れて、まだ全然7時前ですね。なのでちょっとまだ朝日の色をしてます。よいしょ。よいしょ。正面ですね。もうだいぶこっち側へ来て、久しぶりにちょっと朝日っぽいのが見えました。でこっちですね、うっすら画面の左、右上の方にお月様がいます。いい天気ですね。チロリだね。チロリン。ナイ君がしてきましたね。これはヨンちゃんだね。この子たち面白いんで、自分がですね来ないとこうやってこっちの公園には出てきません。もう臆病というか用心深くてですね、まあ、その方がいいと思います。やたら、誰にでもくっついてご飯をもらうようになってしまうと良くないので。で公園の管理もですね、去年の今頃までボランティアでしてたんですけど、ちょっとなんか行き違いがあって、芝を買った後のものを取ってくれなくてですね、結局枯らしてしまったんですね。行政の方がもう今度はハゲハゲです。でしかもふわふわです。これやってくれっていうことをやってもらわないと非常に困るので、そこの芝を取る仕事までもちょっと無理なので、一人じゃですね、まあ、こんな感じになっちゃってますけど、なんとかまあそのうち行政がするんだと思いますけど。でこうやって散歩するのはもう男の子ですよね。エルモが遠いところに出てきましたね。ここで5匹ですね。地で合計10匹ですね。大体朝のメンバーですね。でもちろんここはちゃんと朝ですね、いう、彼らの落とし物のですね拾って歩きます。帰るよ帰るよ。
帰ろう。チラさん。チラさん。チラー。あ、来てる来てる。そろそろあれだね、また主さんが福島に出稼ぎに行っちゃうんで、そこ閉められちゃうよ。おいで、チラ。チラ、おいで。はい、なんか新しいなんか機械買ってるよね。すごいね。はい、チラおいでよ。どこ行くんだよ。チラ。はいはい。そっち、そっち行く、そっち行かない。どこ行く、どこ行く、チラさん。帰る、帰る。うち、うし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 。そっち、今日は向こう開けたから。帰る、うち。よし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 が混ざってきてます。さあ、こんなことしてる暇ないし、今から、舞ちゃん連れて病院に行きます。昨日より多いなこれ、うんうん、また角膜炎起こしてんだよ。これまた目薬やってください。タリビットの軟膏の方ですよね。軟膏でいいんですか、はいはい、両方あるけど。あ、もう点眼の方で。点眼で、はい。風邪自体はもう別に調子悪くないじゃないですか。昨日ちょこクシュクシュッと、うん、なんかその声はしてましたけどね、はい、でも1回か2回だったんですね、うん、はい、お願いします。お注射、はい、お注射、お注射、はい。この季節にしてちょっとこの数日やっぱりちょっと気温が、あらららしちゃった。ごめんね、干しちゃいけなかったからね。美人さんだよね、くちゃんね。ここにね餅が落ちてますけど、何やってんの。
くちゃなしだ。風がありますね。ちょっと海に出たら喋れないかもな。いねえな。どこ行ったかな。いるいる。絡まっちゃいたいね。してますね。目で見るとですね、猫の鳴きの間から見える海がものすごい綺麗なんですけど、まあ、カメラだとちょっといまいち。一番いい季節になりましたね、島のね。ヨン様ですね。2階ったらマルちゃんだ。マルちゃん、もういっぱい出てきたね。ワンちゃんもいないんだな、朝からな。まあ、ご飯を食べに来てるんですけどね、どっか寝たぼけてるね。キキコジお散歩でしたよね。帰ってきたね。はい、おやつちょっとだよ。ないよ、おやつ。おやつだからね。積極的に食べない人はないよ。
帰ってこないんだね、さっき外で遊んでたのに。はい、ちょっとだけ。コジ君、夏場はここは貴重な風通しのいい日陰になりますね。夏が過ぎると4歳ですね。おやつ食べてないじゃん。うん、キッキーが帰ってきたね。はい、はい、おかえり。ちょっと行ってください。小次郎くん行くの？おっといで。はい。出ます。もうちょっとね、もうちょっと大きくなったらね、出たかったら出ようね。修道くん行く？言っといて、修道くん。行かないの？いや、待って。出ませんよ。調子もいいわ。そうね、ちょっと第二陣の。これは第二陣かな？普通の小粒のあご飯食べられるようになったね。よかったね。やっぱ嗅覚の問題なんだね。はいはい、なんかロイカナは負担にならない、いい匂いの味がするみたいですよね。に入ります。早くザキ食べたもんね。よかった。キッキは食べます。キッキは今からお家の中でお昼寝だね。
番遠くにキッキーがいますね。走ってきて、久しぶりだね、キッキーが。冷房は、キッキー、you